牧之原市長、西原茂樹の新チャンネル、はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。なんかいや、ちょっと感じ違うね、今日市長もなんか今日いい感じ。うん、だって レオちゃん来るっていうから合わせてこんな感じに来たんですね。当日決めるね、はい、ごめんなさい、一人だけ申し訳ございません。じゃあ、はい、今日のスペシャルゲスト、もう親しくなってしまいましたけれど、のぞみガールの、ね、ニードのレオさんと、JA 海南茶業部営業一課の落合さん。落合プロデューサー。プロデューサー、はい、あ、はいはい、あのプロデューサーですね、はい、お二人になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伺います。暑い夏は暑い方がいいけど、ちょっと異常だね。そう、立秋ですけどね、今日。あ、そう、あ、そうだな、一応ですけどね、もう暑くてさすがに暑い、ね、暑い暑いってね、まあ、夏が来るとさ、毎年こう終戦でね、戦争あって68年目なんだよね、今年、はい、昨日、あ、はい、サイレンで黙祷を85分、ありがとうございます、ね、85分広島に、昨日の85分、68年前のね、はい、落ちたんだよね。で、うん、ずっと毎年ね、牧之原市はあの、うん、サイレンを鳴らして皆さんに黙祷お願いしますって言ってんだけど、意外と知らない人がいてね、あのサイレンは何ですかとかって聞いてきて、うん、だからやはり何回こう説明をしてもね、なかなかできないんだけども、うん、ぜひ大勢の人に、広島、それから9日の日は長崎、日本だけが原爆がね、被害にあって、うん、今なお大勢の人たちが、大変苦しんでいるし、世界中でこの核兵器のね、心配というかな、そういうことをしてるんで、うん、ぜひ大勢の人たちに、まあ、広島とか長崎はなかなか行けないけど、うん、その人たちのことを思って、黙祷を捧げてほしいなと思います。で、終戦がね、8月15日、はい、で8月の15日は日本が終戦を迎えた日だけど、まあ、実際に負けたのはね、9月のなって署名した時なんだけど、あれなんで8月15日が終戦かっていうと、天皇陛下が玉音放送って言って、お昼にね、耐え難きを耐え、忍び難きを忍びって言って、陛下がこうレコード取ってレコード版を流したんだけど、あれやったから日本ね、肉弾戦やらなくて済んだの。もしあれがなかったら、天皇陛下がやめましょうよって言わなかったら、みんなさ、こうそんなことはないって、ね、戦ってアメリカも入ってきて死んだし、日本人もみんな死んじゃったからね。僕はそこで相判断したっていうのは本当にね、素晴らしいこと。そうですね、なんか8月になると映画とかもね、いろいろ。そうね、あ、見た、風立ちぬって。そう、宮崎、まだかな、うん、ね、実は風立ちぬっていうのは宮崎駿さん、ジブリね、はい、有名なジブリで、うん、それで堀越二郎ってね、俺も戦闘機好きな人はよく分かってて、ゼロ戦っていうのね、うん、ゼロ戦を設計して作った人が堀越二郎って人なんだけど、うん、その人のところにスポットを当てて、日本が頑張ってすごい世界一の飛行機を作った。でもそれは戦争する飛行機だったから、うん、戦後全ての航空機産業が葬られちゃったんだよね、アメリカからやられちゃった。でもね、ボーイング787、これの部品 35% は日本製、今最新鋭のジェット機が、そうなってきたんだよね。だからそのね、風立ちぬっては日本の技術がすごいよってことを見れるから見てほしいのと、先ほど天皇陛下が言ったから、戦争が犠牲者をね、最小限で、日本の国土がもう戦場と化さずに終わったから、それがね、終戦のエンペラーって映画が今やってるの、うん、これはアメリカ製っていうかね、向こうで作った映画なんだけど、日本のその終戦にスポットを当てた。なぜ日本人はその天皇制を存続したかって、それはアメリカが天皇制を存続させたんだよね、うん、マッカーサーがね。でも天皇制を存続させたから、日本が騒乱にならなくて、今のその繁栄にね、ずっと来たということで、68年経ったけども、うん、もう一度振り返ってみたい ね、 そうですね。で、牧之原も振り返るんだよね。え、あれ、あ、その前にこっちか、そうだよ、映画だ、映画、うん、だから映画の話今出たけど、牧之原も映画があるんだよ。あ、振り返るというか、うんうん、そうそう、イベントですね、うん、映画つながりのイベントで、シネパラダイス、シネマパラダイス、うん、という牧之原はウォーターボーイズね、でしょ。今はもう俳優たくさん、なんだっけ、名前出てこないけど、今結構ね、有名な俳優が、ここの相良中学校のプールから、その映画がスタートした。あ、そう、
あの踊るやつ、ね、はい、男の子が踊る、はい、あれがね牧野原市からスタートしたので、うん、あのそれから今ロケがいっぱい来るんでね、はい、うん、フィルムコミッションって言って、あの地域の人たちが、例えば映画の人たちが来るとロケ班を受け入れてお弁当出して宿泊施設やって、うん、そのロケの手伝いをしたりスタッフを動員したり、うん、あのそういうことをねやって、うん、灰原病院よく使うんだよね。暇だから、ね、あれこれどっかで見たことある病院だなと思うと灰原病院が、そうでしょ、ね、うん、そこで今受けてるのがこれなんだって。 あのね、来た皆さんにみんなね今お茶出してるの、冷茶ね、そうするとみんな買って帰るんだってよ。うん、だから映画ってそういう効果ある、ね、いろんな人に持って帰ってもらいたいですよね、はい、ちょうどこのイベントも望みがある、うん、あ、そうだ、あ、出るじゃん、みんな市長も出るんです、もうって言うな、はい、そうだってこれ顔みんな書いてあるんだけど僕出るのに僕の顔が出てないからね。あ、俺これ被り物してるの僕かな。あ、そうかもしれない、はい、こっちのすいませんよろしくお願いします、はい、あ、そう、それと戦争ね、うん、平和展ね、牧野原市でも戦争を振り返ります。はい、ね、サザンカでね8月の8日明日からだね、15日の終戦の日まで、はい、サザンカで朝の9時から4時までやってます。あのパネル展示とかそれからあのいろいろなあのものもあるんだけど、面白いのはね読み聞かせやってくれるのね。あの読み聞かせの皆さんが戦争のそのお話をしてくれるって、これはあの9日から、ごめんなさい、9日から14日まで、やる予定です。それからね食べたいでしょ、なんかそう食べ物には食いつきがいいんですよね。日本の伝統食がね出るんだって。ねえ、うん、戦後の代用食、代用食って知らないよね、知ってる、分かんないですね、分かんないですよね。こんな痩せてるからね、あの余分な話さ。また声色が違うんですけど、私に向かって喋るのと。ねえ、ね、あの水豚が食べさせてもらえる。水豚がね、水豚っていうのはほら食べるものがなかったから小麦粉ちぎってね、練ったのちぎってこう、うん、あの薄いお塩かなんかで煮るんでしょうね、うん、それがあの体験で食べられますから、はい、先着50名様で、9日と13日1時から2時の間ですから、はい、あの走って食べに行くようなものでもないかもしれませんが、はい、戦争体験という意味で、はい、ぜひ大勢の人に行っていただきたいと思います、うん、はい、以上、はい、ありがとうございます。あと津波防災、津波防災も今日時間なくなっちゃったけどね、うん、こんなね去年1年間やってほら4月にこんなものすごいですよ、うん、各地区地区でこんなものができたのね、はい、できてこれからできたものをもとに、計画をね各地区で今度は何をどうやって作るかっていうのをもう一枚、うん、これだ、これ各地区でね、各地区でねどんなもの作るかっていうと避難タワーとかね、避難マウンドとかね、それから避難路とか逃げる津波でね、うん、こういうものを作るんだけど、作るについて今までは全部あの県で全部ね、市で作ってたのね、市で考えたりね、うん、でも市民の皆さんと一緒に考えようと、それはなぜかというと一緒に学びながらね、津波とか地震っていうのはね、あの誰かが作ってね、いいやいざという時行けやなんて言ったらダメね、常に練習して訓練をしてないといけないから、だからこういうものを作る時も自分たちが関わりをすると、なんでこれを作るのってところから、自分が何かあったらここに逃げるっていうのをね、小学生、中学生、高校生、おじいちゃんもおばあちゃんもみんなが学ばなければいけないってことで、そういうことで、うん、実は、うん、ここにちょっと遠くから見えないかもしれないんだけども、まず事業化委員会ってこと、市全体で作りました。これには5地区の地区長さんと、町づくりの防災員さんと、から有識者としてね、大学の先生なんかも入ったんだけど、これを作って、今度5つの学校区で、同じような前やったと同じようなあの推進会を作って、ここでね、まあ、9月から11月ぐらい短い期間だけど、どこに避難タワー作って、どこに避難路作るってことを一緒にね、市と一緒に学びながら考えてもらいたい。もちろんプロフェッショナルが入るんだけど、市民の皆さんにも一緒に考えていただきたいってことを、昨日からスタートしました。相良、昨日は川崎だね、で今日片浜で、金曜日に細江で、土曜日が地頭型、あの今日だけ出ませんけど、これ出ますんで、ぜひ皆さん関心と興味を持っていただきたいと思います。それでさっき言ったね、この、これはあのホームページでも市で、出ておりますんで、市のホームページから見ていただくと、市民の代表の皆さんが市も入って、どういうものを作ったかって見ていただけるから、ぜひ
学んでいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、告知もありますけど、先に、はい、先に行きましょう。はい、望みがあるのレオさん、あ、はい、ニードのレオさんですね、はい、よろしくお願いします。望みがあるっていうのは、簡単にじゃあちょっと紹介をしてもらおうかな。はい、まあ、望みがあるニードはですね、まあ、この牧之原市のですね、新しいブランドになりうつつある市の話、望みのですね、まあ、キャンペーンガール、ただそのキャンペーンガールというのはあくまでもその茶娘とかじゃなくて、もうアーティスト&ダンスニートということで、もう歌を歌ってダンスもやって、うん、ステージで魅了しながら、お茶を PR していくという新しい、まあ、キャンペーンガール、エンターテイナーだね。そうですね、同じで3人の子を選んでですね。どうやって選んだの3人？選んだのはもう僕だけの意見じゃダメなんでね、いろんなメディアとか入れて、やらせてもらってです、ね、選ばれたんだ。はい、へえ、いいですよね。ニードってどういう意味？あ、聞くと長くなるけど簡単に言ってね。ニードはもう簡単に言うと、まあ、スペルの通り、うん、望みですね。 N は、うん、E はエンジョイ、もう一個の E はエンゲージ、魅了する、うん、で、最後の T はドリームという、分かんないでしょ、そんな人に言われないと分かんないもんね、うん、そうですね、うん、ニードっていう読み方をね、そうです、もうニードって覚えてくれれば、ね、うん、ね、もう望みが必要とか、この望みがあるとか、あの牧之原市もあるよ、ニードってとこ、知らない、ちょっとウケない、よその人分かんない、あ、すいませんでした。はい、で、実際どんな活動、近々で何か活動がこれからありますか？まあ、一個はこれ、はい、そうですね、まずこの8月11日に行われるあのシネマパラダイス2013に出演させていただきます、うん、歌って踊ってさまざま、はい、お茶もやるしていきます。お茶は出ない、そりゃお茶ですね、はい、なんか楽しみ抽選会で、あ、いいな、ね、楽しみしていただき、はい、あとまた、うん、イオンモール浜松一の三で、株式会社東海さんとのコラボイベントに出演させていただきます、うん、2日間連続で歌って踊ったりさせていただきます、うん、はい、8月の17日と18日ですよね、はい、うん、イオン、イオン一の、はい、ああ一のだね、はい、はい、詳しいことはイオン浜松の、そうね、ホームページと、あとは望みがあるニード、はい、望みがあるニードで検索してもらうとホームページ全部あるもんね、はい、うん、はい、ぜひね、皆さん検索していいねを押してください。そうですね、はい、どうですか、4月からですよね、活動は、はい、どんな感じですか？そうですね、4ヶ月が経ったんですけども、うん、本当にあっという間だったっていうのがあるんですが、やっぱり本当にたくさんのステージを踏ませていただいたので、すごく密な時間を過ごさせていただきましたね、すごいもんだってね、はい、だからこんなの、こんなチーム作っちゃったんだから、うん、あのアマちゃんじゃないけどね、大ヒットを持ってきたよね。まあ、今はよく毎年やってるSBS カップの国際ユースタッカー2013の毎年、うん、その歌にシレラが大会のテーマソング、うん、あ、2曲のうち1曲ね、シレラ、シレラ、はいはい、今CM とかラジオで結構流れてるので、結構ちょっと反響が出て、いいですね、うん、やっぱりプロデューサーがね、いいからね、落合プロデューサーがもう必死になってる、で今日大村マネージャーも来てるんだよ ねえ、はい、この間告知の時に映ればいいじゃん、ちょっとこっち来て、ちょっとちょっと大村マネージャー紹介いたします。JA 杯南のなんだっけ、あれ広報誌作ってね、はい、彼女がね、も作ってるもんね、以前出演していただいて、はい、ね、はい、昨年本当は望みガールに応募したんだけど、落っこった、そうなんですよね、そう、まあ、年齢がか、あ、どこまで生まれたらどうしてもいいか分からないです、そうなんで、そこは本当にしっかりしていいじゃん、今日楽しい雰囲気でもね、あ、暑いからもう暑さ吹っ飛ばしましょう、皆さんね、最近市長、茨城って言うんですよ、日曜日に、片道5時間かけて、はい、出演依頼がありました、うん、茨城に、あのフェイスブックで見た、はいはいはい、あ、茨城の農協の関係でしょ、なんかね、はい、うん、一生懸命お茶子をやってる、まあ、各地の農協に行ったらすごいですよね、きっと全国で、そうですね、あ、ぜひ農協祭もまたなんか家の光かなんかで取り上げたそうですね、ぜひお願いしたいですね、ね、うん、はい、牧之原市としてもね、一生懸命応援してきますんで頑張りましょう、はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあ、イベントの告知を さらっといきます、うん、相良の花火ですね、8月10日7時から8時45分になります。これも出てるじゃん、にね、のぞみが真ん中に、そうですね、1月の26日金曜日に、そうかそうか、はい、26日に相良は来ないんだ、はい、申し訳ございません、申し訳ございません、はい、あとスタンプラリーもありますね、空港のね、はい、うん、1ヶ月ありますので、はい、行って楽しんでください、飛行場行ってくださいよね、風を感じるからね、あそこは ね、あの飛行機乗らなくてもね、展望デッキで ね素晴らしい、はい、うん、景色もいいです、ちょっと海も行ってくださいね、海もまだまだあのやってますから ね、はい、あと、公民館祭り8月18日にありますので、うん、相良公民館ね、そうですね、すすきにある、はい、はい、よろしくお願いします。あとはそんな感じで、うん、そうだね、はい、はい、いいですかね、はい、なんかまだありますか、これ言っときたいっていうのは、私たち、はい、のぞみがあるニードは公式のツイッターとFacebook ページを、はい、やっていまして、ブログだったり、日々の日常や思いを発信してます。もしよろしければ、うん、オフィシャルホームページからも行くことができるので、フォローまたはいいねをお願いしたいです。違うね、やっぱり喋り方がもうプロだよ、ね、僕ちょっと違うよね、私たちの会話となんか一グレードいいからね、負けないようにやってきますので、はい、あの暑い夏を乗り切って、はい、まあね、今からお盆とかいろいろゆっくりのんびりする時期があるので、皆さん体には十分気をつけていただきたいと思います、はいはい、今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、じゃあありがとうございました。お茶たくさん飲んで水分補給してください、ね、そうですね。